地からゆきさん。日本でも貧しさから海外に出稼ぎに出る女性がいたといいます。それがからゆきさんです。19世紀後半、農村や漁村などの貧しい家庭の娘たちは東アジアや南アジアに渡って現地で働きました。なぜ当時農村や漁村の少女たちが海外に行けたのか、そこには日本のとんでもない闇が隠されています。なんとからゆきさんを海外に運ぶ仲介屋がおり、斡旋がされていたといいます。彼女たちは船の一部に隠すように乗せられ、窒息や餓死に耐えるなど大変な思いをして海を渡りました。現地での状況もひどく、からゆきさんを題材にした三田館八番商館では、からゆきさんの給料は稼ぎの半分が取り分、 25% が渡航費用などの借金返済に充てられ、他にも着物代や病気の検査費用などは全て自腹でした。からゆきさんによっては月に130人も相手をし、中には一晩に30人の客を相手にした人もいるようですね。明治43年頃になると、日本人買収宿が廃止されたため、からゆきさんは日本に戻ってきたそうですが、中には戻ってこれなかった人も多かったみたいなので、これも日本の闇と言わざるを得ないですよね。